こんばんは。やっほー、やっほーほい。ということで、ニューヘアカラーになりました、ヤマルです。ちょっと暗くなりすぎちゃいました。まあこれはこれでいいね。すごい反省しましたみたいな色になっちゃった。前回がさ、前回ってか今まで明るかったからさ、そうピンクブラウンなんだけど、あのね、照明とかが当たると割とピンクなんだけど、普通に見てると暗いね。今日シャンプーして色落ちしないかな。明日のあれですね、みかんの剥き方で来る人は見れるんじゃない？この今の私の姿。明日落ちた。え、あるんだ、当たらないこと。みかんの剥き方倍率高いんや。失礼だね失礼なこと言った。嬉しい。でもみんながさ、行きたいって思ったわけでしょ。だからそういう人が出てくるんでしょ。すごい。行けないのが残念。行けない人は DMM ぜひご覧ください。映ってる？帰ってきた。どう？見える？見えるかな、みんな。私がピースしてるの見えてますか？なんか手でかくね？昼やめ。OK。 今日はこれ好きもね、聞いてくれてありがとうございました。私髪の毛ときたい。近くに櫛がない。諦めた。楽しかった？あ、よかった。これ好き、毎週の楽しみだよね。私もそう。リアタイじゃないけど聞いた。ぜひリアタイじゃなくてもラジコで聞いてね。よろしく。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。私持って行きます。うん、持ってきて。ニトリの歌がエコーだったねお値段以上ニトリ。あーのコームです。コーム、わからんお母さんが櫛を持ってこようとしてくれてた。さてさてさて、じゃあいいよ。もう1000人超えたので、そろそろインスタの質問コーナーをしていきたいと思います。え、すごい、なんかここにテロップ書いたからなのかさ、フォロワーがちょっと増えたんだけど、ありがとう。すごい、気のせいかな、ちょっと増えた気がするの。ありがとう。みんなフォローしといてね。私はね、普通の投稿よりもストーリーの方が多分多いんで、
見逃さないようにぜひフォローをしてください。ツイッターもインスタもよろしくね。でもやっぱ髪の毛明るい方が好きだな。髪の毛明るくしたいな。今これですけど、次染めるときは明るくしたい。通知オンになってない。マジ？私に関するものは全部オンにしといてけろ。すぐ気づけるようにね。TikTok って投稿したら通知いくんですか？ピンクはすぐ抜けるからね。私がピンクシャンプーをピンクが欲しくなってしない限り落ちる一方だと思う。すぐ抜けてくから大丈夫。あ、来るんだ。みんな通知オンにしといて。ショールームもオンにしとかないと意外に気づかないよね。ショールームはツイッターでもさ、やってるよってツイートするけど、アプリ入れてない。入れな。入れて私のことだけフォローしときな。てか TikTok 見ると面白いよ。見た方がいい。面白いものがたくさん出てくる。ではやっていく。宮丸さんの質問コーナー、一応何時までの予定ですか？分からん。喋りきったなって思ったら切る。今日明日朝早いの？大丈夫？みんな Apple Watch でも通知が来るの？便利だね。持ってないから分かんないけど、 Apple Watch は所持していません。時計は必要ないと言われ育てられてきました。あんたはすぐなくすでしょって。で、携帯があるから携帯にある時計で十分でしょって言われちゃうんですね。やっほー。インスタで質問募集してるので今からでも遅くないです。全然今からやってくれてもどんどん更新されてって読むだけなんで大丈夫です。しゃ、結構来てる。結構来てる。いいですか？いきます。あ、でもなんか全部読むわけじゃないんで、はい、読まれたらラッキーみたいな。あ、これワンチャン俺のかも思うくらいにしといて、うん、よろしく。ちょっと待ってね。選ぶ。どうしようかな。中トロは最高何貫食べれますか？今日のラジオで5貫連続で頼むって言ったんですよ。それ一発目のね。5貫連続でダダダダダダって5貫流れてくるわけ。カンって回転寿司でね。で、中トロしか食べないんだけど基本5貫で、中トロ以外に何を食べるかって言われたら、サイドメニューなんですよ。うどんとか、あとうどんポテトだね基本食べれるもの少なすぎるんだよな。うどんポテト、あとなんだろう、ジュースぐらい。めっちゃ安上がりじゃね。で、あと何頼むかな。ほんとそんぐらいなのね。だから、あ、待って言うと温度が変更されました。猫が来た、猫が来た、猫が来た。そう、中トロは一皿で1個基本ね。そう、一皿1個ですね。いや、マジでそれが罠なんですよ。高いところに行くと一皿400円とかするんですよ。だからいつものノリで頼んでたらとんでもない値段になったりするのね。一人で5000円とかバグじゃん、そんなの。
バグってんのよ。でサイドメニューを食べてもなおお腹が空いていたらどんどん追加で中トロが出てくるので、だいたいいつも7巻くらいかな、7、8巻くらい中トロを食べます。以上。次、これ質問じゃないものもあるんだけど別に読んでいいよね。今日子供の運動会だったよ、だってそれ私に言って何になるん。私運動会ねえ、そんなね行ってもないし見てもないんだけど、じゃああの子供のリレーの映像でもぜひ送ってください、私にお願いします。どうしよっかな、どうしようかな。宮丸作詞とかって興味ありますか、どんな歌詞を書くのか興味があります。そうだな、歌詞でもドロドロがいいな、私が書くとしたら。私が書ける妄想内での最大級のドロドロを歌詞にしたい。なんか失恋がいいね、失恋ソングが好きなのよ。失恋ソングが好きだからすっごい嫌な気持ちになって終わる歌がいいななんかあ何にも解決せず終わったわこの曲みたいな感じぐらいがいいなって思います。さあ作詞か、作詞はしたことがないので、はい、いつか依頼が来たら全然 お受けするんで、はい。以上。次、握手会は私服がいい派なので6月の私服楽しみにしてます、だって。そうあのね、6月にまたトーク会と握手会があるんだけど、それはあの私服なんで、私服派の皆さん万歳です。なんか多分最近こう SKE のトーク会の傾向でいくと割とコスプレするメンバーが多いじゃないですか、だからみんなコスプレ慣れしてるの最近ね。だから逆に私服がレアみたいなところちょっとあるなって思ってて、あのまあコスプレ好きな方は好きですよね、私も好きです、間違いない。だってコスプレなんて可愛いに決まっとるやん、可愛い女の子がさね楽しんでもらおうと思ってコスプレを準備するわけ、最高かよって思うよね。この前はこれ何回も言ってんだけど、この前の幕張メッセがマジでメイド喫茶だった、巨大メイド喫茶、世界一巨大なメイド喫茶だった幕張メッセ。昔私は思春期で反抗期だったのか知らないんですけど、あのどうしてもコスプレがしたくなかった時期があったんですよ。みおちゃん制服着てよとか言われても、え、嫌だって言ってた時期ありました。私最近は全然あの恥ずかしみもなく、一番ド派手な、多分好きで一番派手なコスプレしてたんですけど、前回そういう時期もありましたので、だからその若い時期からコスプレを着るというのがどれだけ恥ずかしいことか分かんない、私だけだったかな、分かんないけど、だからみんな自分が恥ずかしいとかそういう気持ちは置いといて、ファンの人に楽しんでほしいっていう気持ちをこうね持ってコスプレを着てると思うんで、本当称えるべきことなんですけど、そんな中で私は私服をご利用ししたい。だっていつも私がこうアイドルしてる時って衣装じゃないですか、でそのアイドルの村美代はみんなもうめっちゃ見てると思うのよ。あでもごめんね、今全然同期とパーカーで全然アイドルじゃないんだけどあのだからこそこうトーク会に来た時にはもう素の野村美代ね、素の野村美代、もう私服の等身大の私と会って喋れるわけ。まあたまに衣装着たりするかもしれないけど、トーク会とかはなんかなんていうの、ステージの上の自分ってなんかまた違うんですよ。
大事にしてるから、それはそれで。でトーク会はトーク会で何にも取り繕わず、マジでキャラ作らず、本当にありのままの自分で挑むんですよ。そう、そしたらファンの人も私のことをだんだん理解してくれるから、だから私服を最近いいかもと思い始めたんですね。そう、私服かわいいよ、買った、もう買ったのよ。チナ、チナもう買ったんで、かわいいっす。夏です、ガチ夏、お楽しみに。来る人、来る人、名古屋、名古屋6月なんだっけ、11、12だっけ、あれ忘れちゃった、いいつだ、6月の10、11でした、すいません、10、11です。ヘイ、いいね、みんな来てくれるのありがとう。あの毎回言うんですけど、あのトーク会に来た時にぜひおすすめしておきたい野村美代攻略法あります。来るたびに名前を言う。いやマジ俺、僕、私、マジで美代丸に認知されてる自信あるわっていう、もうガチ全国に向けてドヤ顔できる人は言わなくていいです、分かってるから。でもまだ初めて会うなとか、会って数回だなとか、みよまるの方からガツガツ名前呼んでこないなみたいな人は、まあ、まだ私が認知しきれてない可能性があるので、ぜひ言ってください。みよちゃん何々だよって軽いノリで。あ、そう、名札とかもいいんですけど、名札は何が怖いって他のメンバーが見て勝手に認知されることがあるので嫌なんです、私は嫉妬深いね。でも本当にみんなすでに霊に並んでる時見られてると思った方がいいよ。みんなは私のことを見てるかもしれないけど、他の子はもしかしたらその霊にたまたまお客さんがいない時間どこ見るかって言われたら他の霊じゃないですか。そういう危険性はありますね。うん、だからみよちゃんのものだけになりたい、ね、みよちゃんだけの自分でいたいという方は、口頭でぜひ言っていただけると、はい、とても助かるかなとは思いますね。お願いします。汗汗汗汗はい、あ、危険じゃないよ別に。すごい認知されるにしのことに対してはすごくいい手段だと思います。なんなら SKE が名札作ってた時期もありましたよね。 SKE の入学式っていうさ、春の入学式だっけ、ライブ SSA か、埼玉スーパーアリーナ、懐かしくないって感じ。あ、これ素晴らしいよ、これ素晴らしい、他の子には目線合わせないようにしている。で、私と目を合わせようねっていう。仲良しやん、俺ら仲良し。名札持ってる？いいよ、つけな、つけな、つけな、持ってる人はつけな私も名札に助けられてる時が多いので、はいいい手段だと思います。でも何でもこう、私はファンの人のことを好きになりたいし知りたいから、たくさん教えてほしいかなって思うよ。次行こうかな。愛知県で好きなラーメン屋さんはありますか？チェーン店ばっか行くんよ。うーん、私好きなラーメン
あるんだけど、まあ、ガチ地元すぎて言えないです、すいません。でも豚骨ラーメンが好きなので、豚骨ラーメンなら割と何でも好きです。辛いラーメンは苦手です。以上。続いて、最近みよちゃんのメール取りました。毎日が楽しみです。ありがとう、ありがとう。ここに宣言する、あの本当に丸々メールは取った方がいい丸々メールは取った方がいいね。あの例えで言うと、私ツイッターのアカウント野村みよっていうさ、かっこみよまるって書いてあるあのアカウントしかないわけなんですけど、あれのこう、あれって仕事のことばっかりこうつぶやくんですよ、基本はね。お仕事のこととか告知系だねをこう載せるんですけど、あのそれの私の日常アカウントができたみたいな感じ、まるまるメールって。だから本当にツイートするノリで送ってるでも私の中でそんなノリで送れる SNS のアカウントっていうかツールってモバメしかないのよ。ずっと撮ってます、すでに撮っておりますって書いてある人、沼王子って書いてあるけど、それカホリンじゃねカホリンじゃね、カホリンファンか、ありがとうね撮ってくれて。なので、はい、今日送ったのは1通目が髪染める前の私ね、もう染める前で美容院行くしどうせいいやと思ってノーセットの私で2通目が染めてさっきここで撮ったやつです。今日あとちょっとあるけど、送るべき、自撮りするべき、今髪ボサボサだな。いい、送ってあげる、たった今、今送るから。みんな詳しいね、メールの締め切りまであと20分とかそうだよ、11時で終わりだから、11時ぴったりでもダメですって言われる時あるからね。そう、ちょっと気をつけていかないと、時間にはシビアな世界なので気をつけていきます。あ、割と今撮った、パッと撮ったにしてはマジ漏れてる、天才、漏れてるぜ、さすがアイドル。ショールームナウ、最近ね赤ちゃんの顔文字をよく使います。可愛くない？なんかここにさ、キャラみたいな、申し訳程度の毛が生えてんの可愛くないそれ。ショールームナウ、ニューヘア、はい、送ったよ、送った、いい感じ。あ、そうそう、それバブちゃん可愛いよ。よし、メール取りましたということで、ありがとうございます、取ってくれた方。毎日が楽しみだって、ありがとうね、本当に。みんなも受け取ってくれよな、まるまるメール。私のツイッターから取れるよ、 URL 貼ってある。すごいでしょ、もうメールへの、メールに引き込む流れが完成してんのショールームで私がこうセールスポイントを言い、あのツイッターからすぐ URL から飛べる。てかあれだね、アプリ取っちゃえば一発だよね、 SKE48 メールっていう、でそこからの村見よっていうのをやれば一発だよね。でもあれでしょ、なんかモバイルそのツイッターに貼ってある URL の方がなんか安いみたいな、値段違うみたいな、本当か知らんけど、
そうだよね、そうそうそうらしいんで、安く済ませたい人は私のツイッターの方、別に高くても取れればいいや、値段なんていいやっていう人はなかなかいないと思うけど、アプリの方で。ちなみに私はアプリです。私はあの普通にアプリの方が楽になんか簡単にペペペってできたから、それにしました。そうアプリの方が早いんよ、速さのアプリだね。そんな感じ。ぜひアプリですけど、あ一緒です、アプリで撮ってる一緒でも、アプリのアプリはアプリですごい見やすい。アプリもメールもどっちも撮ってる、うわーすごいすごいわ。続いて「もうみおちゃんにメロメロって時代遅れですか？昔言ってた自分」だって。個人的にはみおちゃんにメロメロは割と死後に近いんですけど、でもみおちゃんにメロメロという単語を割とこう真剣に考えてみた結果、可愛くねって最近思ったんですよ。だってこれ発してる人全員漏れなく私にメロメロなわけでしょね。だからさ、すごいハンコックみたいな立ち位置なわけ。ハンコックの影響だね完全に。みおちゃんにメロメロね、なんかダミ声でしょ、知ってる知ってる。あれどこから始まったのか私もちょっとよく分かってないんだけど、いいんじゃないですか、可愛いんで。みゆちゃんにメロメロだよって言ってるみんなが可愛いので、はい、全然言っていただいていいと思います。ほらしばらく聞いてないって、みんなメロメロを当たり前にしちゃダメだよ。これはダメ、慣れですね。だって初め言い始めた人は少なからず本当に私にメロメロだったと思うもん。だから本当に私にメロメロだったらみんな忘れず言い続ける。だから全然いいですよ。好きな時にいいな。質問箱って今から送ってもいいよ。今全然まだね、序盤の方読んでるの。なんせ今日は、待って、私これ何時に始めた？早くない？時間経つの。マカセロリは全然今もたまに使います。でもシャキシャキって乗ってきてくれる人少ないんで、寂しいのに耐えられる方は使ってください。チームエースといるときは使えるかな基本。あ、私11分からやってんのか、早いね時間経つのって。任せろ、シャキシャキ。トーク会何話したらいいですか。あ、来たことないっけこの人。トーク会何話したらいい。名前と、あとはそうだな、私のどこが好きか言う。かそうだな、私のどこが好きか私に全部言う。かなんかしてくださいとか。何でもいいよ、何でもいい、リンクしてくださいとか、そういうのはありがちだけど、でも本当にネタが飛んだ時とか使えるね。あ、初見さんがいる、ありがとう。みおちゃんの好きなところ100連発エリピオさん、枚数にもよる、それはそうだね。何、別にノープランでもいいんだよ。前回めっちゃいた、ノープランで来ましたって人。
そうなの？ねえ、何歳なの？って聞いたら、あれそれ前も聞かれたよって言われて気まじいと思ったけど、あ、そういえばこの前教えてもらった年齢覚えてるわと思って、次来た時に何歳だったよねって言ったら正解だったっていう、ところどころこうだんだんいろんな人と喋るうちに記憶って削られていくんですけど、取り戻す場合もあるんです途中で顔を見て喋ってたら、あ、この人そういえばああいう名前だったよなとか、あ、この人そういえば何歳だったな、この人そういえば何々県の人だなとか、割とたまに思い出したりもする。いや、思い出せてよかった。気まずいまま終わってたらもう困った困っただよね。そうですよでもそれでもね、こいつ忘れてやがったってならないファンの人でよかったみんな優しいのよ。なんか前回こう私がね、こう名前を一文字だけ間違えちゃったファンの人がいたので、そしたら、ううん、何々だよってすぐね教えてくれたの。あ、そうだ、惜しかったってなって、もうその次から2インチそういうね、そう、まあいっかみたいな精神でこう来ていただけると楽しめますね。そんな感じ。続きまして、みやまるちゃんが一番自分で可愛いと思う髪型は何でござるか。私はね、何が可愛いかな、みんな何が可愛いと思う。私はね、巻き下ろしかな、巻き下ろしかハーフツインかな。だってハーフツインなんて誰がしても可愛いもんね。でも名古屋のハルコンでしてた髪の毛好きだった、この辺のツインテールで、こうウェーブ巻きにして犬みたいな。でもあれは茶髪の時が可愛いね。茶髪だとトイプードルみたいになる。ポニーテール派とツインテール派って分かれますよね。でも私はハーフツイン好き。ハーフツインのストレートか巻きかで言ったら巻きなんだよな。ストレートだと二次元みたいになる。で巻きだとほんまにアイドル。髪の可愛い、ありがとう、よかった、染めてって感じかな。アイドルしてる時の髪の毛はハーフツインか巻き下ろしが可愛いかなって思ってます。そんな感じ。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極の愛だ、降臨剤現れない、一番もしの生まれ変わり。これね、なんていう色か、ピンクブラウンだよ。私のインスタに私が行ってる美容院ある。今日染めてくれた人のアカウントタグ付けしてあるから、染めたい、私とこれ全く一緒にしたい人はそこを押せばいける境のど真ん中にある美容院ね。すごい店員さんがみんなギャルみんなギャルの。メールついた、メール届きました。早いね。シーンのライブ当たりました、楽しみ。そう、あのね、カラーズ出ます、楽しみ。シャチさんもいる、チームSで出るんでお楽しみに。一緒の美容院行っても大丈夫なの？別に大丈夫じゃない？じゃなかったら載せないよ。でも私全然行く日とか決めてないんで、遭遇することはなかなかないと思います
だってみんな私のスケジュール全部把握してるわけじゃないでしょ。だって全部晒してないもん。秘密は大事だね。秘密にする、スケジュールはね。みんな人に言えない秘密ってありますか？私はたくさんあります。いや、女は多いぞ。女は秘密を持ってると思います、誰しも。続きまして、最近たくさん頑張ったので2日の公演で絶対見つけてください、任せロリ。続いて、ひなのちゃんと一緒にお風呂入ったの？うん、入った。詳しく言うと、あれだね、選抜だね。選抜がほぼ全員で一緒に入ったっていう話。あの話していいのかな、もう MV 撮ったんだけど、その MV のこうホテル、あの泊まったんよ、あの泊まるったんだけど、 MV 撮影の前日にね、ホテル泊まって大浴場があるわけで、その大浴場にあのもう人いないだろうって思って、時間的にね、行ったら多分みんなももう人いないだろうなっていう時間に来てたね。でみんな鉢合わせたわけ、みんなスポンボーよ。だから自然にもうはい、一緒に入りましたね。だからひなのと一緒に2人きりで入ったっていうよりかはみんなでした。そう、みんな考えること一緒だったの。でも私は普通に8期が同室だったんで、8期と一緒に入ろうとしてました。本当私人とお風呂入りたくないんだけど、ノリだね。うん、ノリだったわ。ルーとマリンちゃんとは入ったことがあったんだけど、それ以外は本当入ったことなくて、あと愛理ちゃんか、一緒に入ったことあるのはその3人だったんだけどね。ノリでいけるもんですね。だから私全然もう何も隠すことないから、全然何も恥ずかしくなくなっちゃった。全然風呂行こうみたいなノリになりました。なるべく見せたくないけどって感じ。ちょっとまたその話はまたどこかでエピソードがなくなったら困るんで、ちょっとこの辺でやめときます、お願いします。続きまして、あ、そうだからこれ、この人は多分ひなの推しなのかな、ごめんね、私だけ見て。みんなはグラビアね、布ありの状態で見てるんだろうけど、私布なしの状態見させていただきました、すいませんでした。続きまして、ショールームに来てるファンの人のこととか覚えてますか？もちろん覚えてます。ショールームでこうコメントをすると名前が見えるので、自然に名前は覚えますね。だからその名前を来た時、私に会いに来た時とかに言うと、ああなただったんだっていうときめき。続いて、着たい服と似合う服どっちを優先するべきでしょうか？可愛いの着たいけど想像したらダメで、だって。私は着たい服と似合う服どっちを優先するべきか、友達といるときは似合うやつで、一人で出かけるときは好きなやつ着ればいいんじゃない、じゃないですか。私はね、いろんな系統の服が着たくなる人だから、本当にクローゼットめっちゃカラフルなのよ。色が限定されてないからすっごいカラフルなんだし、でも最近大人っぽいのを着るんですけど、大人になったんで。でもたまに子供っぽいのも着たくなるんです。だから
一人で出かけるときは全然でもね本当に何だろう、私特殊なんだよな。女の子っぽいのも着るし、本当男の子みたいな格好する日もあるし、好きなの着ればいいんじゃないかなと思います。でも人に何か言われたりとかするのが怖いんだったら、人前では似合うの着るとか、何言われてもいいやの精神でいたら最強ですけど、そんな簡単にはねいかないよね。でも推しに影響されるのはあれあれだよね、サイリウムの色に染まりがちとか、あと私とお揃いを着てくれる人もいるし、グッズの人もいるし、好きなのを着ましょう。私がいっぱい褒めてあげる。私そんなね、なんかこの人全然似合ってないじゃんとか思わないから大丈夫。そんなね、人の悪いとこから探す人なんてダメです。いいところしか見えないからね。最近子供っぽいこう服、子供っぽい服っていうか、私のこう丈が足りなくなったりとかしたやつは後輩にあげてます。あげたいよ、あげれるものならファンの人に、女の子にあげたいね服。みおちゃん厳しいイメージだった。いや採点しろって言われたら別に。この人もっと似合うのあるなみたいな人はまあいますんで、でもそこで嘘ついてなんかもうめっちゃ似合う、めっちゃ似合うからって言ってね、なんかもったいないことになるのはちょっと嫌じゃないですか。私は嘘はつけない人なので。以上。次は膝くすぐられるの苦手ですか。いいえ。メンバーで彼女にするなら誰ですか。メンバーで彼女にするならルーカ倉島。次、握手会枚数少ないからマシンガントークになってしまうかも。泣き笑い。聞くのと話すのどっちが好きですか。どっちだろう。でもラジオ聞いてる人に言われるのは聞き上手だねって言われますけど、ありがたい。でも私は全然そんな自覚はなくて、でも半々くらいかな。こう相手のことを知りたい気持ちもあるし、相手が私のことをどんどん知りたいんだろうなって思いたい気持ちもある。だから質問してくれると、あ、私のことすごい知りたいんだなって思うし、教えてくれたらもうそれは本当に嬉しい。確かにおしゃもんだったわ、ごめん忘れてた。私おしゃべりモンスターだから喋る方が好きかも。ああ面白い。話聞いた後にその人のこと考えて答えるのうまいと思う。本当？ありがとう。でも人のこと考えすぎちゃって話せない時もあるよ。怒れない。怒ったらこういう気持ちになるなとか、そういうの考えちゃう人だから怒れない基本。だって私に怒られたらトラウマじゃない？割と。あ、これあるあるですよ。何々ちゃん推しなんですけど、密かにみおまるのことも見てますって。よくない。それ推し目に言えるっていう話ですよ。だし私もそんなあやふやな状態で押されたって気持ちよくない。どうせなら
この子押すのやめて、みおまるちゃん楽しみになりますの方が嬉しいです。ごめんね、ごめん、こんなこと言って。でもこうやって質問箱を送るにもこう勇気がいるのかもしれないしね、ありがとう。私のことが気になってくれてるんだったら、はい、それはそれで嬉しいんで、あのもしそのお家が卒業したら私のところ来な。ひどい人、私ダメだ、ダメだね。でも私はマジ押して損ないと思うんで、押しちゃいな。続きまして、なのでこの系の質問はもう読みません。最近お気に入りの曲、何聴いてるんだろう。無敵の笑顔で表すメディア、これでしょ。あでも真剣に言うと、この前あれなんだっけ、これ好きミュージックで紹介した、ラジオで紹介させてもらいました、あのレオナさんの曲、アルバムヒューマンの曲全部ダウンロードして聴いてます。とかシャチさんの曲も聴いてるし、本当に自分にこう関わってくれた方々の曲を聴くのが多いかな。お初です、 SKE のみおまるです。とかいろいろアニソンとかかな。なんかねすごい独特な曲多いから、でもそんな感じ。以上、次。これから夏に向けて日焼け対策は？日焼け止め塗ってるのと日傘と、飲む日焼け止めも飲まなきゃ、今日飲み忘れた。以上。みおちゃんとの初めまして券が1枚しかないのですが、何からお話ししましょう。やっぱみんなさ、初めて行くのって緊張するんだね。質問箱すごい、たくさんそういうのが来るんですけど、すごい嬉しい、ありがとう。そんななんか緊張するってことは、それだけ私のトーク会すごい楽しみにしてるというか大事にしてるってことでしょ。ありがとう、嬉しいよ。だから私のこと好きになったきっかけとか、あと名前何々です。たまにいるのがね、自分なんてなんか認知してもらうまでもないんでみたいな感じのことを言う方がいるんですけど、何をおっしゃるのって思うんです。ここに来てるだけであなたは私に認知される資格がある、てか全国みんなそう。本当に認知させて、私が仲良くなりたいから絶対言ってほしい。とか何を喋るか、でもなんで私のことをこう好きになったか、応援し始めたかとかは結構気になるかも。てかいつか私から聞くと思うかな。緊張してたらみおちゃんから振ってくれた、結構察して、あ絶対緊張してるって思う人は割と話しかけるかも。でもなんかもうアイドル7年目なんですけど、ファンの人も結構話すの上手になってきてて、この人ラジオパーソナリティできるじゃんってレベルに喋れる人いる。面白いよ。緊張する、緊張してるねみんなね、緊張しちゃうね、みんなバブちゃんだね。次、ラーメン好きなみおたんですが、つけ麺油そばは食べますか？食べません。続いて48で一番好きな曲は？なんだろう、48で一番好きな曲、なんだろう。自分の曲はもちろん一番好きなので、とりあえず一旦置いとくとして、何が一番好きだろう。
バカなもん。え、どうしよう。どうしよう。なんだろう。みんなは何？みんな何？みんな一番好きな曲は何？私のオリジナル曲でもいいけど。何が好き？一番。おお、最新だね。インスピレーション。無意識な色いいよね。僕体、あー、いいね。なんだろう。あ、前のめり大好き。いいよね。なんだろう。でも一番キュンキュンした曲は、スコールの間に、これが一番キュンキュンしたかな。わかんない、歌詞が理解できるようになって、なんか改めて聞くと多分もっとキュンキュンするものまだあるんだろうけど、なんだろう、ちょっと待ってね。でも NMBの曲好きなんだよね。で、 NMB の曲が好きで、ちっちゃい時聴いてたんですけど、こう歌詞の意味はあんまり理解しなかったの、ちっちゃかったからね。で、最近になってこういろいろ聴いてみると、あ、これってこんな深い歌詞だったんだっていう曲多くてさ、オーマイガーとかも最近聴いたら、あ、こういう意味の曲だったんやと思って。そう、なんかこう、なんだろう、物語のシチュエーションがしっかりある曲好きですね。こうな、彼がこうなってて、自分がこうなってて、こういう感情でっていうのが伝わる曲ね。わかる。いろんな思い出が詰まりすぎてて、一番、全部一番だね。だって私、自分がオリジナルで歌ってる曲マジ全部一番だもん。そう思う。でも自分が歌ってないやつだと、やっぱそういうシチュエーションしっかり系がいいかな。え、全部好きだな。反射的スルーとかも好きだし、自分が歌ってるやつだったら君のいない世界、反射的スルーとか、え、全部好き、全部好き、本当に全部好き。うわ、これ1位無理です。決められません。無理でした。以上、無効です。これは全部1位という結果でした。みおちゃんの痛いところが可愛いっていうのはおかしいですか。いや、割と私痛いと思いますよ。でも私的にこう痛いというか、自分が内心ちょっと恥ずかしいなって思うくらいのことをやってなんぼかなみたいな、アイドルってそれを見て楽しんでくれる人がいるから、そう、だから別に痛いは間違いじゃないから、そこを可愛いっていうのはおかしくないです。はい、ただいま質問コーナー、うん、今ね、インスタでね、あの質問箱を開いてて、それの質問に答えてる。そうだよ、今私はアイドルを全力で楽しんでるんですけど、今しかできないよね、本当に。だから正解おかしくないです。めっちゃ質問増えてて、すごい、ありがとう。次、ナイトルーティーン教えてください。日常とイベント前違いますか。ナイトルーティーン、帰ってきて、まず家から帰ってくる、手洗うやん。で、いつもの流れだったら
かんない、毎日日常が非日常なんだよ多分アイドルって。普通の人と違うんだけど、まず帰ってくるやん、で化粧してたらショールーム基本ね。めっちゃ疲れてる時とかはやんないし、次の日がめっちゃ朝早いとかならやってるわ。次の日朝早くてもやるわなんか疲れてる日はマジでもう喋る気力もないみたいな日はやんないけど、化粧してる日は基本ショールームしようってなるかな。でまあ何時までか分かんないけど、だいたい12時までやって、めっちゃ初訪問者多くない？ありがとうございます。ミヤマルだよーん、頑張ってねー。でショールームする、で12時までやったとする。でその後1時間ぐらい結局携帯いじって1時になる。で、あのお風呂にやっと入るお風呂に入って、お風呂入り終わったら、まあ、スキンケアに1時間ぐらいかけますね。1時間くらいかかった。その後歯磨いて寝るかな。うん。そんな感じかな。割となんかね、時間かかるくせに結局喋るのが楽しくてやっちゃうんだよね。私寝る時間が短ければ短いほど次の日元気なんだよね、割と。何なんだろうね、短く寝た方が元気なんだよね。あ、たくさん寝てますよ。あの休みの日とか10時間とか13時間とか寝るんで全然あの大丈夫です大丈夫。昨日一昨日休みだったんよ。めちゃ寝たもんね。すっぴん裸眼で一日過ごしたもんね。寝て食べてたよ。アニメ見てた。寝だめできるタイプ、そうだと思う。そう。でも今月は本当に休みがなくて、一昨日が初休みぐらいのレベルだった。すごくない？こんな忙しいことあるみたいな。ありがたいでございます。私ほんと休みいらないの。だから一昨日と昨日も本当に結構嫌だった。働きたいと思いながらお風呂使ってたし、あとね、私はね移動時間とかがあるからそこで寝れちゃうのよ。ずっとぶっ通しで動いてるみたいなことはありますけど、全然移動時間とか含めたら結構寝てるから大丈夫。みんな心配しないで。そんな感じかな。イベント前は、じゃあショールームしない日は割と早く寝るよ。言って12時だけど、10時ぐらいに今日はショールームしないって決めてお風呂入り始めます。でさっきと同じようにスキンケア歯磨きいろいろバーってしてたら何時間か経ってて、で携帯いじる時間も含めたら12時ぐらいになって寝るかな。そんな感じ、そんな感じです。次、お風呂に入るのが面倒なんだけどみよちゃんは好きですか？なんかいいバスアイテムありますか？お風呂に入るの面倒なの超わかる。もう私これ女子ならわかるのかな、あのマスカラリムーバーを塗るのがめんどくさいの。マスカラリムーバーっていうのはこの強力なめちゃめちゃぶち上がってるまつげのこのマスカラたちをこう溶かすアイテムなんだけど、それをやらないとそのままメイク落としをするとまつげが全抜けするわけ。全抜けはしないけど結構抜けるわけ、痛むわけ。だからマスカラリムーバーを塗ってからお風呂に入ってメイクを落とさなきゃいけないんだけど、あのね、マスカラリムーバーを塗るまでの時間が長いんよわかる？これ女の子ならわかってくれると思うんだけど、あのね、そう、そこをまずつけるまでが長い本当にね大変なのよ。女子って大変ね。なんかマスカラリムーバーを塗ってからも別にすぐ入ればいいのに、その入るまでの時間がまた長いわけ。
もうこれよ。だからこれめっちゃ面倒なのすっごいわかる、すっごいわかるけど、そこを乗り越えちゃえば早いんよね。そう、いやわかる、わかるよね。あー面白い。マスカラリムーバーは基本はヒロインメイクです。キャンメイク使ってた時期もありました。逆にアイメイク落とすの快感なんだけど、もうわかんない。あのね、お風呂の中でバー落とすから全然気持ちいいとかないな。こう拭き取りタイプとかだったらスッキリかも。入るまでがすっごい時間かからない。いやもう全女子共感してんじゃん、ガチおもろい。で、あの私別にお風呂大好きみたいな感じじゃないです。なんならいつもシャワー派なんで。で、いいバスアイテムはね、これはね、シャンプーを月1で買える、これはねいいよ。あの髪の毛がシャンプーに慣れちゃって、いい成分もなんか効き目がなくなってきちゃったりするから、月1でまず変えたりとかするんだけど、で匂いがこう違うじゃん毎回毎回。だからそれを楽しみに入るとか、あとあのスクラブ、体のこうなんていうの、角質っていうの、なんかいろいろさ、こうこうなんていうの、削られるやつ。あのスクラブを買うんだけど、それの匂いが楽しみ。私はあのサボンのスクラブとかめっちゃ使ってた時期あるんだけど、最近ちょっともっと手軽に買いたいと思って薬局にあったんですよ。薬局にねあったんだよね。なんだっけ、ダブだっけ、なんだっけ。なんだあれ、ちょマジおすすめ。あ、これ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 、ダブのクリーミーボディスクラブ、ザクロ&シアバターみたいな、これこれめっちゃおすすめ。これをこれ使うとお風呂がいい匂いになるの。それをやることが最近の私の楽しみかな。3日に1回とかスクラブで全身ベーって洗う、洗うっていうかなんかワシャワシャするのが結構ルーティンなので、あのスクラブ、いい匂いのスクラブかなって感じ。野村、次ね、次、野村家は豪邸ですか、わら。何部屋ぐらいあるの。豪邸じゃないです別に、普通。何部屋あるんだろう。まずリビング、和室、玄関、廊下、トイレ、お風呂のところと自分の部屋、なんか、あ、何部屋だ、 1,2,3,4,5,8 8部屋でいいのかな、うん、8部屋だと思います。うん、玄関とか廊下は部屋に含んでない。以上。次、男性の髪色は何が好きですか。え、男性の髪色、金髪。金髪ってか派手髪が好きかな。派手髪が似合うイコール、あの顔濃いじゃないですか。顔が濃いっていうか、それに耐えられる顔をしてる。金髪好き。なんかキャラクターとかもそうなんだけど、あの明るい髪の毛の人に惹かれがちかな。でも初恋はフェアリーテイルのグレイなんで、実際多分関係ないです。黒髪も全然かっこいいと思うから、あの全然あのその人に合ってればいいと思います。全然大丈夫。でも可愛いなって思うのは、ミオちゃんとお揃いにしてきたよが可愛い。それが世界で一番可愛い。でもこう仕事関係とかであの染めれない人もいるだろうから、好きな色にして。女の子は、女の子も似合うのが一番だけど、
私が似合わないからこそ黒髪が好きかな。黒髪ロングストレートが似合う子はいいね。なんでもいい、本当になんでもかっこいいから大丈夫だよ。みんな安心しな、大丈夫、似合ってればいいのよ。でも女の子の私の勝手な想像ね、なんか可愛い系はセミロングかボブかショートで、ロングになるとセクシーになりません？女性ってロングエロくねっていう話。見てロングだからあのロングにしてると大人っぽく見えるから、そう私はそう見えるかな。女の子の髪の毛の長さはね、短ければ短くなるほど可愛い寄りになる。で本当に男の子みたいな人も好き。いやみんな好き。エロいって褒め言葉、うんそう思う私の中ではね。だって言われたくても言われない人だっているかもしれないじゃん。髪長い女の子ケア大変そうだなと思う。あそうだね、なんか慣れすぎちゃってちょっとわかんないんだけど、でも今美容院ってツルツルだよ。美容院行っちゃえば一発だからね。パーマかけてる男性は大丈夫ですか？え全然いいんじゃない？何でも好きだよ。私何でも好き。介護職なのでなかなか髪色はだって、ああそうだよね。介護の人ってネイルもできないしさ、髪色もね。あと髪の毛結ばなきゃいけなかったりとかね、長かったらするよね。ああ大変だ。でもね、その手でいろんな方を幸せにしてるんだよ。だから誇りに思った方がいい。見た目が全てじゃない。てか自然に見た目もね、心が綺麗だと綺麗になると思います。人相に出るからね。みんな口角上げていきな口角を上げて瞳にキラキラを入れ胸を張り背筋をピンとして生きるんだ。これでモテる。かわいい。質問が思い浮かばないですだって。かわいい、かわいいね。ありがとう。いいのよ、癒されたから私が今。次、やっぱ緊張しますが多い。このトーク会握手会で緊張します、どうしましょうが多い。もうね、緊張はいいことだから。今その緊張イコールドキドキだからね。あのね、そのドキドキを今みんな味わっといた方がいい。それは一生味わえるものじゃない。いつか慣れる時が来るかもしれない。まあ一生慣れない人もいるかもしれないけど、一瞬春日が思い浮かんだトゥース。でも見習った方がいいと思います。胸を張っていきましょう。何これ、初めましてでしたが美女最高でした、最強でした。え、なに、どこで会った、あなた、あなた男性か女性かもわからないんだけど、初めましてでしたが美女最強でした。え、今見てんのかな、ショールーム見てる、見てないか。なんかピエン、ピエンの文字入れてる人、絶対あれだわ。あのどっかで出会ってるんだけどまだ認知しきれてない逸材どこにいるの、ちょっとまた会いましょうね。あ、それ倍です。だって本当にマジ、あそうだわ、へえ最強だった、ありがとう、よかった。実物見て違うってならなくてよかったよかったよ、よかったよかった。また見に来てよ。続いて、高校で科学を担当する教員です。理科は得意でしたか？
理科は得意じゃないけど好きでした。あのね、先生が担任だったんよ。担任が理科を教えてくれる人だったんだけど、女の先生で、もうねめっちゃ優しいの、大好きだった。中2の時の担任の先生、あ中2だっけ、あ中2中2中2の時の担任の先生がすっごい優しかった、覚えてる。理科はね好きだったよ。なんかねアンモニアってありますやん、ありますやんなんかさ、ピンクの液体が、ピンクの液体がなんかこの丸いこういう機械の中でふわーってなる実験したの。それすっごい面白くてすごい覚えてる。あとカルメ焼き作ったくらいかな、印象に残ってんのは。うんありますやん。何それ、フェノールフタレインっていうの、あれ知らんかった一番覚えておかなきゃいけないやつ。理系なの？理系？すごい。理系とあとなんだっけ？理系文系だっけ？私どっちでもないな。ミオ系です。シャキン。そう。そのね、ミオ丸誰の影響で関西弁なんだって。え、誰の影響でもないよ。適当に喋ってるだけなんだけど。TMS じゃない、分からんけど。理系女です。おお、ミオ系だよ。ちょっとよく分かんないから。フェノールフタレインはあれは何のためにあるんですか。じゃあ何あれ、あれはなんでやったの、なんで私たちはあの実験をしたわけ。私あれで理解したこと、ピンク、ピンクかわいいくらいのことなんだけどプイが、プイがフガフガ言ってるな。 あれで私たちは何を学んだんだ。スポーツ系でした。だっていいじゃん。ぷいちゃん、ぷいちゃんなんかふがふが言ってるね。で私それ明日になったら忘れてるから理科は得意じゃないけど好きでした。続きまして、眠れない時に聞く音楽とかありますか。眠れない時に聞く音楽は私好きなのあるよ。あのね、ハウルの動く城あるじゃないですか。あれの人生のメリーゴーランドみたいな、人生はだけ、人生のだけ、人生のメリーゴーランドみたいな曲あるんですよ。私あれ聞くとなんかすっごい安心するんだよね。なんでなんだろう。だからなんかたまーにかけたりするね。でも普段全然寝れる人なんですよ。寝れなかったら睡眠導入剤飲めばいいんじゃないですかガチです。前髪を巻きすぎたの巻き、髪はね今日切ってないんだ、染めただけ。人生のメリーゴーランドめっちゃ好きなの。あれめっちゃあのいい。うわこれ難しいね、さっきのさ理科の話。何これ、 pH が変わると色が変わるよってことの確認だって。何それ、私そんなこと習った覚えない。アンモニアが水に溶けやすいから噴水になる。あそうなの、あれってなんか機械で動かしてんのかと思ってたわ。へえ、薬に頼ると本当に寝れなくなり、ならなす、ね、そんなにたくさん飲まないんだよ。本当に寝れない日だけ。え、だよね、あれピンクかわいいなの実験だよねでそれしか、だって中二だもん。そんななんかさ、そんな深く考えてないよ。ちょっとわからん、その話やめよう。そう、聞くとき聞く音楽は春の極白のやつか、え、もうアニメ見ながら寝落ちしかしないって。基本そっちだね、基本アニメ見ながら寝落ちかな。他にも色変わる実験たくさんあるよ。だって
あるの？知らなかった。次、出遅れた帰り道におすすめの曲、後で聞いて帰る。だってもう絶対帰り終わったでしょ。帰り道におすすめの曲はね、トゥルース神フレの、あ、 YouTube もいいね。 YouTube 見ながら寝落ちもある。神フレのトゥルース、降りたとばりが、あのね、2番の歌詞が好きなの。降りたとばりが今日のバリを、終わりと儚さを告げてくとか。帰り道によく聞くのはね、私最近シャチさんのシャンプーハットめっちゃ聞いてて、それおすすめ。あとはね、最近好きなのはマルリさんの好きだよって曲も好きです。めっちゃ歌う前から聞いてみんな、マジ切ない。あとリリアさんの私じゃなかったんだねっていう曲も好きです。聞いて、これ多分みんな知らないでしょ。これラジオでいつか流すつもり。リリアマルさんの、リリアマル、私じゃなかったんだねっていう、私こういう曲しか聴かないから基本。基本ね、基本これなんかもう悲しい曲、悲しいというか切ない音楽の曲めっちゃ聴くとか。いや、みんな聴いたらわかる、聴いたらわかる。最近のヘビロテはメキメキだよ、ありがとう。メキメキも聴いてください。帰り道にタオル回しながらか。最近私が帰りに聞いてるやつなんだろう。あ、中島美嘉さんのオリオン聞いてます。あとノーベルブライトさんの愛とか恋とか、切ないの、かえ、聞いて帰るのが好き。あ、雪の花めっちゃ好き。私カラオケで絶対歌うかな。それとかよく、なんかそういう行きはもうとびきりのなんかポップなこうやつかな。仕事前はそうなんだけど、帰り道は割と切ないやつが好きになるな。みんなもそうなのかな。そんな感じ。全然わからん、やばい。だって私もそんな詳しくないですよ。なんかお母さんが車でたまたま聞いてて、それ好きになっ、なんかそれで好きになったりとか、そういうきっかけだったりするから、全然詳しくないです。次、コンビニでおすすめの食べ物はありますか？コンビニってどれ？コンビニいろいろ行くけど、なんだろう、おすすめの食べ物は、最近はね、じゃがりこ。私さ、主食がじゃがりこなので、最近じゃがりこばっか買ってて、いや、どこにでもあるんだけど、コンビニに限らずじゃがりこかな。じゃがりこかな。コンビニあんまり行かないかな。
仕事の時に本当に時間がなくて行くとか、このなんか普段ご飯はいつだからな、かな、じゃがりこです。じゃがりこサラダ味が好き。あと豆乳、豆乳買います。豆乳好きで買います。豆乳のあの甘い味のやつ、ココアとかキャラメルとかかな。そんな感じ。続きまして、何これかわいい、ゆうゆが神フレファンの呼び名をフレフレボーイと名付けてましたがどう思いますか。だってこれどう思いますかって言われてさ、ねえ、これそんなの可愛いに決まってるじゃないですか。ゆうゆは何でも可愛いんですけど、じゃあフレフレボーイとフレフレガールですか。めっちゃおもろいじゃん。いや、おもろ。ちょっと今度喋るわ。フレフレボーイって何って聞いてみるね。あー面白い。続きまして、どれにしようかな。公演後に上がる公式のストーリーの組み分けはどうやって決まってるの。あれだ、 DMM 見てねっていう、あのブーメランでしょ、メンバーが写ってる SKE の公式のインスタの、あれ名前順だよ、前半後半で、その日によって、じゃあ今日は後半からとか、今日は前半からって呼ばれて、私後半組、野村美代だからかな。そんだけだよ。あとはサマーツアーで行きたい場所は、一番上と一番下。次、みおちゃんは服を買うときに流行りの形と、流行りの色とか形を考えて買いますか。でもなんか一時期緑が流行ってた時期があったんだけど、着たくなくて着なかったです。あんま流されないかも。可愛いと思ったらなんかそればっかり売ってるから、流行ってたらね、だからそれを買ったりもしますけど、なんか自分が気に入らなかったら別に買わない。ショート部分まだですか、しません。次、メンズの香水で好きな香りありますか。詳しくないからわからないです。でも私と同じ匂いにしてください。私と同じ匂いだったら可愛い。でも女の子の匂いだからダメか。ダメだよね。でもなんかその人の香りってあるじゃないですか。別にそれでいいんじゃないですか。でも香水はいいですよね。香水好きなんだよね。私香水使ってるよ。あ、これ行ったことあるよね。私シャネルのチャンスなんだけど、シャネルのチャンスのピンクです。でもこれあの毎日つけてるし、トーク会とか握手会の時もつけてるんだけど、あのトーク会とか握手会の時につけてるのは香水じゃなくてボディクリームつけてて、香水の匂いじゃないので、違う、またそれは違う匂い。全然シャネルのチャンスじゃない。でもシャネルのチャンスはあのボディクリームも持ってるし、あのヘアオイルも持ってるし、香水も持ってるしって感じ。あ、でもディオールは一回ね、東リオンさんにプレゼントでいただいて、あの公演前に、公演に出る時につけてって言われたから、いつも公演前につけて、もう使い切りました。ちゃんとめっちゃ前にいただきました。こう塗る、こうこんぐらいの四角いやつでこう塗るタイプでした。基本はシャネルですけど、ディオールいい匂いだよね。私詳しくない、香水。
カートに入れました。だって早いね。結構女の子みたいな香りするけどいい？まあ嗅ぎたい人は嗅ぎな。でも別に嫌な匂いじゃないから全然みんなつけて大丈夫だと。ジルは一回プレゼントでいただいたことあるんですけど、めっちゃ昔すぎて匂い忘れました。あとは次はあのどんな匂いでも好きなんで大丈夫です。はい、臭くなければ大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。私に会いに来る前にあの生ゴミの中に埋もれてたとかそれぐらいじゃない。それ以外なら大丈夫。全然大丈夫だよ。全然大丈夫だからみんな安心して匂いとかあんまり気にしない方がいいと思います。次、かわいい、綺麗、かっこいい、この3つの褒め言葉のうちどれが一番言われて嬉しいですか？かわいい、綺麗、かっこいい。でもかわいいって言ってほしいってよく言うんですけど、でも綺麗って言われる方が難しいんじゃないって最近思い始めて。そうだから、いや何でも嬉しいの。私のことを考えてるっていう事実だけですごくそれは嬉しいことなんだけど、あ、かわちいって言ってくれるのありがとう。綺麗が一番嬉しいのかな、こうなると。でもパフォーマンスとかを見てかっこいいって言われるのも嬉しいし、全部嬉しいな。でも可愛いって言ってるみんなが可愛いからそれも見たいし、うん、全部好きです。私のことについて触れてくれるのならば何でも嬉しい。悪口じゃなかったら何でも嬉しい。次、あの悪口さえも嬉しいのかもね。だってさ、ね、私のこと考えてるってことでしょ。次、755復活してほしいんですけどダメですか？これさ、私最近私も思ってて、あの755ね、1週間前くらいにログインしたい。だから今全然動かせられるんですけど、今さら何を喋ろうみたいな。ツールが増えすぎてさ、なんかツイッターで投稿したものを共有するぐらいしか755ってやることないなと思って。しかもこう質問箱とかって匿名じゃん、言っちゃえば。私には分かるけど、ファンの人には名前が分からないからさ、いいんですけど、755って、あ、この人のやつが採用されてるっていうのが丸々分かるのね。だから嫉妬を生むわけですよ。いや、そこはあんまり考えすぎない方がいいんだろうけど、こうやって他のツールがあって、そうやってなんかいろいろできる中で、わざわざそうね、なんか難しいなと思って、使い分けが。私が不器用なのでできません。そう、私が不器用すぎてうまく使いこなせてないので、まあ、うん、またいつか気が向いたらかな。気が向いたらかな。だからね、すごいそう思うの。最近こうやっぱり人という人間はやっぱりどうしても嫉妬という気持ちを持っていて、そう、生きる上で必ずしもみんなにこうくっついてくる要素なんですけどね。で、嫉妬をこう口に出しちゃう人と口に出さずに心にしまっておける人っていると思うんですけどね。それと同じようにこう嫉妬を招くことをあまり言わないことをおすすめします。そう、ラジオとかでお便りを読まれたは別
生まれたやったとかは言ってていいと思うんですけど、あの匿名とかでこうやってる時に、あのこれ難しいんですけど、自分のやつが読まれたぜやったってあんまり自慢しない方がいいねこれ難しいんだよね。でも本当にこれ難しいよね。本当にもう本当にこの SNS ってなんでこんな難しいんだろうね。だって SNS がなかったらこんなに嫉妬しないもん。嫉妬とかそういう気持ちにならないのに難しい。嫉妬はなるべくしたくないじゃん、疲れるじゃん。平和に行こうね。ね、そう、そんな嫉妬するのって、そう、そう思う方もいるんですけど、いますよ。で、嫉妬って私がこう見てないところで何かこうそれが起こってるなら全然いいんですけど、直接私に来たりするんですよ。怖いよ怖いよ、結構怖い。あと私が嫌いな言葉もう一つある。指針、私この言葉嫌い、みんな一緒って思っちゃう。あんま好きじゃない。次、車の免許取りたいですか？もちろん取りたい。時間があったら。時間がない、時間がないない、だから無理です。いつか取ったら本当にあれ報告します。でも無理、絶対無理。多分30ぐらいまで取らんえ、もう本当にリアルに時間がないかも。続きまして、ミレミオの活動予定はありますか？ミレミオの活動予定、最近ミレイちゃんが私のお風呂着てくれてましたよね。あの服私一回も着てなくてほぼ新品なんだよね。封開けただけ、買って封開けただけで結局着なかったやつだから本当新品だから、ファンの人があれ着てるミオちゃんの写真ないんだけどっていう方がいらっしゃるんですけど、着てないからないだからさ、あれは本当新品、黒いワンピース。ミレミオの活動はでもシングル発売とかそういうのがあれば、あのそういうきっかけさえあれば一緒になりうるんじゃないかな。うん、期待しててよ。あ、すごい、なんか5000人もいるじゃん、ありがとう。質問コーナーなう。次、これ何？夏から自信持って会いに行きたいので、最近これ読んでいいのかな、マルーンに入会しましたって。これなんだろう、ダイエットのなんかあれかな、これ何、私知らない、ちょっとググろ。どうしよう、どうしもネタだったら、ちょっと待って。ん、何これ、あ、ジムか、全然いいわ。最近ジムに入会したらしい、ちょっと店の名前は控えときます。頑張ってください。ジム私も行きたいんだ。なんかこうムッキムキになりたいわけじゃなくて、インナーマッスルっていうんですか、なんか変な声聞こえる、あのプイが寝てますプイのいびきです。あ、それみんな言ってるじゃん、チョコザップ。それこの人チョコザップに入会しましたって書いてる。ごめんなさい、なんかどしも出たかもしれないとか言っていや、わかんないからな、世の中知らない単語だらけだからさ。本当によかった。インナーマッスルが欲しいのよ。なんか腰をよく痛めるじゃないですか。でそれって多分こう筋肉がないからなんですよ。そう、それを支える筋肉さえあれば痛めることさえもないわけ。このだからこの背骨にくっついてるこの筋肉たちを鍛えたい。柔軟性ね。でも SK 入ってから割と柔らかくなったとは思う。
体幹鍛えないとね。そうだよ、でもこの体幹を鍛える姿勢をがもうそもそも腰にくるんで私できないんですよ終わってる。次、今日は一杯引っ掛けてますか？引っ掛けてません。次、今ハマってるブランドはありますか？今ハマってるブランド、なんだろう、今ハマってるブランド、でもよくここで服買うなっていうのはダーリッチさんかな。うん、あとは、まあ、最近ほんとダーリッチさんばっか買ってますね。あとスナイデルとかかな。最近とかもういろんなブランド着るからわかんないダーリッチさん多めです。次、チームエースに推しがいるのですが、推しが見ていないときにみおちゃん見ちゃうのはいいですか？おお、これまた話が違うよね。こう推しがいるんですけど、こう推し面がいてもみおちゃんが気になりますみたいなことじゃないのよこれって。推しがいないときに誰を見ようってなったときに私を選んでいいですかっていう話だもんね。でそれを見てそれをちょっと見た方がいいんじゃないですか。いいです、みおちゃんを見ちゃうのは決して悪いことじゃないです、いいと思います。だからそれに許可はいらないです。はい、あの好きなだけ見てください。私は見られるためにステージに立ってます。次ね、私さ浮気相手になりがちじゃない？ちょっと怖いんだけど、どうしよう、やばいやばい。でもこの人ちゃんと名前伏せてるから、誰推しって言ってないから、調べればわかるんだろうけど調べません。えらいえらい、さすがに可愛い、ありがとう初見さん、みやまるです、覚えてください。今インスタの質問箱で質問答えてるんで、よかったら今のうちに送ってください。フォローしてね、フォロー、フォローミーだよ。仕事でワンコに噛まれて怪我しました、慰めてほしいです。質問じゃなくてすいません。いいよ、私もこの前ねプイさんにねもうかぶって、どこだっけ、ここここまだ傷残ってるもん、ちょっとこのね薬指をかがぶって噛まれたんですけど、あのでも犬にも罪はないし誰も悪くないから、なんかどこにもこううわってこう出せないじゃないですかわかるよ、そのね何とも言えないやっちまったみたいな感じね、めっちゃわかる、発散できないよねどこにもね。でもここにこう書いてくれるだけでもね、ちょっとでもこう発散できてたら嬉しいなそっか、でも治るよ、人間の治癒力ってほんと半端ないからね。私もすぐ治ったもん意外にね。でもさ、私ネイルしてたからさ、すごいネイルのほんとすごいギリギリまで指がえぐれてさ、本当に大丈夫かなって思ったんだけど、どうにかなる、本当にめっちゃ痛かったよ、私もうめっちゃ泣いたもん、号泣したし、初めて自分の指をこうやってこうやってこうやってやって止血したもんね、びっくりしちゃった、叫んだもん、叫んだ時本当に海外の海外の映画みたいなリアクション取っちゃった、ふわーみたいなびっくりしすぎて、はい、ということで元気を出してくれたまえ、私のショールームでも見て元気を出したまえ。やばい、あと6分、もう答えられるかな、ちょっと待って、ファンの SNS とかどれぐらい見てるんですか？みんなが思っている以上に見てると思います。今一人でカラオケにいます、何かリクエストください。じゃあ愛を君に愛を僕にで100点を出してください。次、授業中眠くなるんですけどどうしたらいいと思いますか？でもその先生が眠くなる授業してるってことじゃないの、だから寝ていいんじゃないかなそれで自分の将来がどうなるかは自分次第なんですけど、全然私寝てた人なんで大
うんうんって話だけうんうんって聞いてるふりをして、眠い時にはちゃんと結構寝てた人でした。次、ミラーレス買ったのでカメコ席でミオマルからバクレスをもらいながら撮るのが夢です。だって、うわー、じゃあもう私のことしか撮っちゃダメだよ、よろしくね。次、まだ覚えていただけてるでしょうか、かっこ震え声。うん、覚えてる、自信持って。寝るとき髪の毛どうしてますか。私は枕の向こうにバサーが7割、ゆるい三つ編み3割です。だって寝るときは再現するね、こう2個に分けて普通にこうスンってやってスンって寝る。え、ほんとこの状態、この状態で寝る。全然全部答えられてない、ごめん。世界一可愛いのでスクショタイムください。だっていいよ、ニュー髪色だから。何がいい、ハート。はい、次、このさ、たくさんあるのすごい嬉しい、ありがとう。お顔が好みなのでまたどこかでお会いに行きたいと、行きたいですかわいい、なんかお会いに行きたいですっていう日本語おもろいお会いに来てください、お願いします。推しからのレスへの反応ができず困らせています、自分みたいな感覚ですって。 え自分にみたいな、こういうことだよね。もう全然ウインク仕返すぐらいの気持ちでいいんじゃない、全然あのニコってニコってニコってもう全然そのなんか別に私はレスをした時に見返りは求めてないので、見てもらえたらそれで十分かな。で全然この見た目に何か変化があってほしいわけじゃなくて、その人の心さえ動いてればそれでいいかなって思います。そうだよ、髪の毛のトーン落としたっていうかピンクブラウンにしたからちょっと暗く見える。好きだよ、ありがとう。次、佐野ラーメン食べたことありますか。ない。心にフラワーの撮影の時に食べようと思ったけどね、食べ損ねたの、栃木行った時。次はカラオケのお箱、プリンセスプリンセス M。 すごい、めっちゃみんな、めっちゃみんな送ってきてくれてありがとう。あ、後ろのおパンチ増えてる、そう、これ私がゲーセンで撮ったやつとか、いろいろアクスタも増えてるって感じかな。ちょっとあと1分くらいで終わっちゃうんですけど、カミフレグッズのうちはお気に入りなんだけど、ステージからあの大きさは見えますか。見える見える見えるんで、みんなグッズぜひ買うてください、お願いします。SKE の EC ショップだっけ、あれなんて読むか分かんないんだけど、あれのね7ページ目にありました、分かりづらいけど。やばい、あとちょっとで終わっちゃう、みんなありがとう。全然読めなかったけどありがとう。ぷいさんのいびきとともにさようならしたいと思います。ありがとう。ちょっとほんと時間足りないね、ちょっとまた今度質問コーナーやります。またやるね、これ楽しいね、ありがとう。またねみんな、じゃあねー、またねー、バイバーイ、おやすみ、おやすみ、みんな大好き、バイバイ。